流通経済大学サッカー部、流通経済大学サッカー部、流通経済大学サッカー部は、茨城県龍ケ崎市にある流通経済大学のサッカー部である。正式名称は、流通経済大学体育局サッカー部。大学名を略して、流京大サッカー部とも呼ばれる。本校では、同サッカー部の社会人登録チームである。 流通経済大学ドラゴンズ流ヶ崎及びサテライトチームである流通経済大学 FC についても記す。1965年に創設。大学リーグに所属しているチームを中心に社会人リーグやインディペンデンスリーグなどに参加するサテライトチームを複数有する。スポーツ健康科学部のある流通経済大学流ヶ崎キャンパス内に拠点を置いて活動している。 後日、2016年の部員数は239名で、部員全員が4つある学生寮に住みながら生活を送っている。創設当初は茨城県大学サッカーリーグに加盟。長年低迷を続けたが、1997年に茨城県リーグで初優勝し、翌年に前ミトホーリーホック監督の中野雄二を招聘してチームの基礎作りが始まる。 1999年に関東大学リーグ2部に昇格2000年は関東大学リーグ2部で8位の成績となりその後の入れ替え戦に敗れて茨城県大学リーグに降格した2001年に茨城県サッカー選手権大会県天皇杯茨城県予選で初優勝し第81回天皇杯全日本サッカー選手権大会に初出場し 一回戦で、阪南大学を破り、天皇杯初勝利を挙げた。2002年、関東大学リーグ2部に昇格。関東大学選手権、春季の公式戦で準優勝。総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントでベスト8に入った。2003年、関東大学リーグ2部で初優勝。また、関東大学選手権で準優勝。 総理大臣杯で3位に入賞した。2004年11月、全日本大学サッカー連盟の推薦を得て、全国地域リーグ決勝大会に出場して、準優勝。後日。2006年、関東大学サッカーリーグ戦一部で、初優勝した。2007年、総理大臣杯で、初優勝した。2008年から2010年まで、 茨城県サッカー選手権大会で3年連続優勝した。2013年及び2014年と総理大臣杯を2年連続で優勝した。また、2014年には全日本大学サッカー選手権大会で初優勝し、総武史上初の大学2冠を達成した。2015年、第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦で、 J2、栃木 SC に PK 戦で勝利した。流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎は、流通経済大学サッカー部の社会人登録チーム。2001年設立。結成当時の名称は、龍ヶ崎 FC だったが、2003年から、クラブドラゴンズに名称を変更した。2008年より、関東リーグ一部へ昇格するが、2010年一部7位で二部降格と、 なった。2012年に再度一部へ昇格したため、JFL から関東一部に降格した、琉京大 FC との同門加盟となった。2014年の茨城県サッカー選手権大会、県天皇杯茨城県予選の準決勝で、トップチーム相手に勝利した。決勝は、敗れた者の勢いに乗り、第50回全国社会人、サッカー選手権大会で準優勝し、 これにより出場権を得た第38回全国地域サッカーリーグ決勝大会でも1次ラウンドを突破し決勝ラウンド3位の成績を残したが日本フットボールリーグ JFL を離れるチームが出たため12月10日 JFL 理事会で JFL 入会飛び級昇格が承認されこれを機に2015年より現在の名称に変更したサッカー武装監督である 中野祐二は JFL 参入となったドラゴンズについて、これまで通り選手の育成の場としての役割を担わせると同時に、琉球大 FC と同様に社会人登録というチーム事情を逆手に取り、J リーガーを引退したサッカー部の OB で所属学生の見本になれるような選手がいれば、高知県人で招聘したい構想を明らかにしている。2016年の JFL では、 ファーストステージで優勝、チャンピオンシップでは、本来 FC に2戦、合計3から2で敗れた。2018年度の天皇杯では、茨城県予選で、トップチームと前回大会本戦ベスト16の筑波大学に、それぞれ準決勝と決勝で勝利し初めて本戦出場を果たしている。本戦では1回戦の山形大学を相手に2の0で本戦初勝利を挙げる。 二回戦で FC 東京トップチームと対戦し、0から2の状況から2から2と一時期追いつくも終盤に出展して敗退した。流通経済大学フットボールクラブは、流通経済大学サッカー部の社会人登録チーム。2005年設立。前日した流兄大ドラゴンズ流ヶ崎とは異なり、もともとはサッカー部そのものが JFL に参入するために創設された。 サテライトチームである。ジャパンフットボールリーグ旧 j f l では、1998年から大学チームをはじめとする学生チームへの文庫開放を試験的に行うため、全日本大学サッカー連盟の推薦を受ければ、全国地域リーグ決勝大会、地域決勝に参加でき、そこで勝ち抜けば参戦できるという仕組みを作っていた。これは、 学生チームの出場機会確保と底辺拡大を狙いとしており、琉京大サッカー部も、また利害一致により、所属選手の出場機会の確保のために、JFL 参戦を表明する。そして、推薦により参加した2004年の第28回地域決勝で、準優勝し、2005年より JFL 入会が承認され、国士館大学サッカー部、 静岡産業大学サッカー部に続く3チーム目の JFL 参入を果たした大学サッカー部となる。参入決定後に JFL 参戦チームとして琉球大 FC が創設されるが2009年度までは選手はトップチーム琉球大サッカー部と JFL 参加チーム琉球大 FC に二重登録が可能であり、かつ トップチームの控えの選手を中心に編成されていたため、サテライトチームというよりは、トップチーム内におけるサブチームといった具合だった。2010年、JFL と社会人連盟の規定改定により、推薦による大学サッカー部の地ケ参加と JFL 内での他、リーグチームとの二重登録が不可能になり、これを機に、名実ともに、サッカー部のサテライトチームの一つ、すなわち、 要件として、ドラゴンズと同等となる。ただし、当時は、サッカー部から切り離して、クラブチーム化という形式を取った。これは、当時の流通経済大学サッカー部の将来のビジョンとして、流通経済大学 FC の J リーグ参入も視野に入れていたため、なお、形式上、クラブチーム化することにより、同大学サッカー部所属種、 大学リーグ所属のトップチームやドラゴンズからの移籍を含むだけでなく、同大学以外の学生選手、プロ契約選手や社会人選手も事実上獲得可能になっているが、同チームにおいてサッカー部、ドラゴンズ含む以外からの選手が所属したことは2015年、現在まで皆無である。その後、2010年の JFL で再開、18位に終わり、 JFL から自動降格。現在まで関東サッカーリーグ一部に所属している。2013年には同年10月14日の JFL 公式リリースにより J3 リーグ創設による JFL 新規参入チーム募集により再参入を表明していたことが明らかになっている。いずれも2005年から2010年までの JFL 所属時代によるもの。 大学サッカーの技術向上と出場機会の提供強化を目的とするインディペンデンスリーグ、i リーグにそれぞれの年代別チームを構成して参加している。流通経済大学龍ヶ崎キャンパス、龍ヶ崎一平畑120内に設置。総人口芝、観客用、スタンド、夜間照明を併設。関東大学サッカートーナメント大会、茨城県社会人、 サッカーリーグなどの公式戦にも使用される。また、2007年には、人工芝2面、クラブハウス付きの流通経済、大学フットボールフィールド、龍ヶ崎市ヌルトマチ地内が完成した。なお、JFL 開催時のホームスタジアムは、2005年から2007年5月までは、日立中市の、日立中市総合運動公園陸上競技場で、2007年5月27日の、 あるて高崎線以降は、龍ヶ崎市の龍ヶ崎市陸上競り場立つノコフィールドを使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。